岡田敏夫のガンダム講座、えー、今日はです、ねえー、第5話大気圏突入を取り上げます。お話としてはです、ね、前回のです、ね、第4話「ルナ2脱出作戦で」で、まあ「ルナ2から地球に行け」というふうに言われたホワイトベースですね。でこれから大気圏突入してで、まあ、お話のスケールが一気に上がっていきます。 えー、で宇宙兵器本来ホワイトベースにしてもガンダムにしてもです、ね、宇宙兵器なわけですね。無重力空間またはスペースコロニーの中での運用を目的として作られた兵器なんですけどそれが地球でどういうふうに戦うのかですね。でまあシャアが最後の襲撃をすることになります。これ以降、戦いいののの、ね、メインンはです、ね、ガルマっていうです、ね、ジオンの一族の、まあ、末息子。 中心になってでジオンの陸上部隊というですね巨大な兵力に対してホワイトベースっていうのは立ち向かうことになるんですねでホワイトベース最後にこの大気圏突入成功して地球に戻ることができるんですけどでもっていうのがですねこの大気圏突入のゴアのざっとした流れです、えー、冒頭の方でですねあのそろそろですねまあ,あのルナ2の時でも えー、難民たちをホワイトベースに乗せてるわけですね。まあ難民たちを乗せてるというよりは全員難民なんですよね。あのホワイトベースで生き残ってる連邦軍の兵隊というのがちょっといたんですけども、それはもうほとんど半分怪我人半分じゃないのほぼ怪我人でまともに動けるのは士官候補生の18歳のブライトだけだったんですよ。それ以外の軍人っていうのも全員怪我しててでまああのルナツに引き取られたりしたんでですね。まあ 元々ブライト以外は全部難民なわけですね。でも難民の中でもメインキャラクターたちが軍服着てですねでガンダムに乗って出撃したりしてるもんですからなんとなくホワイトベースのメンバー対難民っていうふうに見てしまうんですけど実際そうでなくてですね全員がほぼ難民な状態なですでその難民の中でもおじいちゃんとかからおばあちゃんからそろそろ文句が上がってくるわけですねえワ、ー、本当に言えばルナ2でなんかこう 保護してもららえると思ったらダメだったた。だそれを一部の若者たちの軍服着たやつらは納得してるみたいだけどわしらは納得しないといつの間になんかリーダーが決まってしまったんだとそれよりサイドセブンにはいつ帰れるのかともう帰れるはずがないんですけどもおじいちゃんおばあちゃんはそんなことを要求しているとでそこでまあ今回はまだましなんですけどそろそろ言い合いみたいなのが始まって次回以降ですねそのホワイトベースのクルーといわれる たまたま軍服を着た難民少年たちと難民の大人たちの対立がどんどん深まっていきます。で、その中でですね。そのてっきりですね、えー、南米のジャブローに向かってホワイトベース行けるんで帰れると思った。おじいちゃんがこんな話をします。地球へ着いたら、あの子をわしの故郷へ連れて行こうと思っとるんだ。あの子っていうのはアムロがまあ、ちょっとおもちゃとかを修理してあげた。ちっちゃい男の子です。もう二度と地球の土は不面と思っておりましたからな。 サイドセブンに来る前は南米でコーヒーをやっとってな知っとるかこれがコーヒーの豆じゃ豆を見せると今度地球へ帰ったらわしは絶対に動かんよジオンのやつらが攻めてきたって地球連邦の偉いさんが強制退去を命令したってわしは地球で骨を埋めるんだっていうセリフがあります。すごい自然に流れていくのでなんかね関係ないシーンみたいに見えるんですけどもこれガンダムのですねんでしょうね こんでこのおじいちゃんは南米のコーヒー園コーヒー豆をわざわざ見せて南米のコーヒー園って言ったのかっていうとこのおじいちゃんにとっての敵っていうのは何かっていうと今住んでるサイドセブンを攻めてきたジオン軍一つはそうなんですよでも同時に南米のコーヒー園にもともといたんですよね。南米のコーヒーヒ園がダメだっったとは、おじいいちゃんん一言も言もてないんですよ。 南米のコーヒー園というのは何かというとそのおじいちゃんのセリフの中にある強制退去を命令したって偉いさんが強制退去を命令したってわしは動かんよじんか。ということはどうかというと強制退去を命じられたわけですね。それは何でかというと南米にはですねジャブローっていうです、ね、連邦軍の最大の基地があると。 南米からはです、ね、どん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 それまで普通に生活してた人たちコーヒー農園で成功していてそれなりに裕福な生活を代々代々してきた人たち全員が追い出されてサイドセブンっていう宇宙に捨てられたというのがわかるんですね。なのでこのおじいちゃんにとっては恨んでるのは攻めてきたジオンもそうですしもともと地球から追い,出して追い出した地球連邦の偉いさんというのを全く同列として語られてるんですね。このことを そのことに何にも気がつかないアムロに向かって語るっていうのが、まあ、作者のやろうとしてることですね。アムロはこの時点でおじいちゃんが言ってることをわかる必要はないんですよ。ただ見てる人にはこの戦争っていうのは何なのかっていうと、アムロはこれからジオンを敵だと思って憎むことになるんだけども、もうちょっとマクロな目で見たらこういうふうになってるんですよという構造を作者は説明してくれているんですね。このおじいちゃんにとっての敵っていうのは。 今、住んでるサイドセブンを襲ってきたジオン昔住んでいた南米の農園を追い出した地球連邦両方とも敵なんですねそういうのが言わせたいから「南米」でセリフをわざわざ「南米のコーヒー園でてセリフを入れてコーヒー豆をアムロにあえて見せるってことをしてるんですね。 もしこれガンダムがですねもっと長期のドラマとして作れたらここら辺のものも伏線として後で回収できたかもわかんないですけども、まあ、そんなことを今言ってもしょうがないと。